ってないと思うけど、俺たちもよく分かってない。今日はなんでここに集まったんですか、ボタンちゃん。はい、ですね、ホロライブアートフェスっていうのが、はい、ホロライブエキスポ2023 の、はい、あの展示ブースで行われるらしく、我々もネットで作っちゃうんですよね。何を作るんでしたっけ、チョコ先生。社長のお手の運営からなんか作ってよ、お願いって言われて、しょうがねえな、作ってやるよ、そんな暇ねえよって思ったけど言えなかった。わかりました。はい、何か作ってみせます。っていうのを言った時に、どうせだったら、はい、なんか、はい、みんなでじゃあ作ろうよって集まったら、こうなりました。はい。ということでね、はい、大寒波の中、最高の、どうぞ作っていくぞ。あー、みんな、はい、はい、はい、手を数えて、はい、はい、えい、えい、うん、おートラックさんの画像に素人は黙っとるやつが。やだよ、野望じゃなくて。なじませてよ。顔をコピーして、こっそり持って帰るっていうね。5人目だね。5人目。今日さ、ヤゴーの顔カラーコピーしてきたの。ヤゴーの顔やっぱ見て作らなきゃと思ってさ、ニッコリおじさん。コンビニでさ、おしゃれにさ、あの、アイスカフェラテくださいって頼んだ後に、こっそりコピー聞いて、顔をコピーして、こっそり持って帰るっていうね、ちょっと恥ずかしい。やばい、それ、見られてたのね。やばいよ。じゃあちょっとね、ここでね、ヤゴーの、頭となるものをね、まず、原型を取って、これがどうヤゴーに変わるのかっていう。そうですね。5人目だね。5人目。ホロライブ、ホロライブ5人目来たね。ちゃんとグリーンバック生かされてて、マロさん。あ、ニッちょっとうるさいって言われます。いつものことじゃん。いつも通り。それだけとこかな。うるさい。いつものことじゃん。お前ら、スバルの何を見てたんだよ。そうだよ。お前ら、スバルやったー。やばい。メイヤボタンうめえよ。めっちゃ今、麺作ってるみたいな。どうやってやるんですか？もうこれ本当に生地こねるみたいにさ。いや、こねたことねえよ、きっと。そっか、あ、君たち生地こねたことないからね。ラーメンだろ。ラーメン作ったことないんだね。ラーメン作る方がマネだろ。粘土こねる方がまだ確率的にあるよ。粘土のさ、見てほしい、これ。うん。うますぎるだろ。うな姫がこねた黒の粘土と私がこねた黒の。マーブルっぽかった。ちょ、やばい、なんか。人造人間みたいになった。やばい、サイコショッカーみたいになってきた。大丈夫？やばい、なんか、ヤゴーの顔ボロボロ落ちちゃった。大丈夫、大丈夫だよ。一旦これでどうなってるかを見せるか、みんなに。やばい、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 やばい。ホラーすぎるって、マジで。いるって、これ。いいよ。首の中にいるって、マジで。もう今更しか、今更無理だって、やっぱ愛情だって愛情、こういうのは。全部茶色にした方がチョコはいいと思う。いや、もうね、もうここまで来たら引き返せない。本当に？任せろ。任せろ、千代子。夏休みの美術のやつの課題で賞を取り続けてきた大空スバルを信じろ。マジ？マジ。自由研究マスター大空スバル。え、自由研究は、そういう作品作るのか？え、自由研究は、まとめて作ったりとかもするし、うん、あの、なんだっけ、絵画コンテストみたいなやつも入賞してきた。え、すげえじゃん。任せろ。それでこんな日の中いるようなやつ。ちょっと待ってよ。ちなみにね、ボタンちゃん、粘土はね、なんかよくやってましたか、幼い頃。あんまやってない。私どっちかっていうとさ、幼い頃塗り絵とかさ、あっちの方が好きで。そうなの？絵とか描くタイプだった。そうだね。そうなんや。そう。少女やん。そうだ、あの頃は少女だったんだよ。いや、今も少女だった。もう今は違うんだけどさ、みたいな。今はもうラライオンなんだ。今はラライオンでもいいじゃないか。ラライオンなんだ。これ最後にみんなのサイン入れようね、この組とかに。いいね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 。骨折したやつのギプスに。早く。やめないか。
早く良くなってね。早くなれよ。一番前が一番グロいからさ。前が一番グロい。そうなんだよ。前グロいんだよ。今ちょっとやってるから、ちょっと待って。まだ写真タイムではない。まだ、この野号はちょっとお見せできない。あ、まだね。グロい。規制かかったらクソ笑うけどな。18歳以上。見れません、見れません。やばすぎ。他のメンバーがさ、イラストとか描いてる中にさ、一個だけさ、イラストのアートを払ってさ。魂一個持ってんだよ。確かにこっちはな。マネージャーもビビるだろ、これ送られてきた。ジャンボールガンかけてね。生首みたいじゃないの。生首。ガッサガッサあるね。なんでこんなガッサガッサ。え、でも結構、さっきよりかは。いや、さっきよりかはマシだけど。うちらの目に映るより繊細です。え、待って。細かい。ここの全てが何も知らないんだよ。ヤゴに対してやっぱ4人がかりでやるとね、こう、やっぱ手持ち無沙汰になる。目と唇作ってほしい。え、頼む。目は重要やで。任せて。え、こういうね、目作るの得意。ほんと？ガチ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 。こういう目って何？要するに、遊戯王のさ、うん、あの、千円。ああいう。とりあえず作ろうか。ホロライブアートフェスの企画をした運営さんが望んでたもの、これなのかな。いや、でも。バカ振り返るだろ。ヤンゴの三面図欲しい。後ろどうなっとんの？三面図、言ったら写真送ってくんじゃない？ヤンゴ三面図！三面図欲しい、チョコ！三面図くれよ。三面図くれよ、後ろ髪を。で、私さ、ホロライブ入った当初にさ、ヤゴ、うん、の素材が欲しいです。できればグリーンバックでって言ったら、ちゃんとグリーンバックのやつ送られてきたよ。ヤゴ、大体送れるからな。そう。フリー素材な。ヤゴ、自分がフリー素材っていう自覚がありすぎるからさ、うん、みんながさ、グッズのさ、写真でヤゴに写真撮ってもらってるじゃん。うん。何も言ってないのに来て。え、そう、私も来た。え、そうなの？え、だから、え、スバルさん、これヤゴさんの写真いりますって言われて。え、これで依頼制じゃないんですか？なんか最近くれる。ね。あ、でもみんながもうお願いしまくるから、もう自動的に。あ、そういうこと？あー、もう言われる前に撮るみたいなね。撮ります。めちゃめちゃ仕事できる人みたいになってる。ねえ、怖い。まずい。これはまずいことになってきた。大英博物館に置いてあるすげえとこ置かれたな。逆に怒られるだろ。置くな、こんなもん。こんなもん。こんなもん置くな。ルーナ芸名作ってんのにな、ルーナ。世界的な博物館に。ルーナ、さっきから手に水つけてさ、一生懸命なんかあの首のさ、シワを。シワを伸ばしてる作業。シワ伸ばしの。シワ伸ばしのルーナ。皮膚って大事ね。マダム、皮膚って大事ね。最初なんかボコボコ感。雑誌のさ、表紙飾った野望、野望と思えんぐらい凛々しかったもん。あれな、あれ誰？フォーブスに。そう、フォーブス。あれさ、一回タクシー乗ってた。あのさ、写真見てる。なんか定期的に友達から写真送られるか。え、これいや、もうよくわからん。すごいよね。え、タクシーさ、視聴者のみんな乗った時にさ、ヤゴーのあの、フォーブスの表紙の宣伝がさ、ちょうどタクで流れてて。いや、そうなんよな。そう。ヤゴーってな。あれあれ見たことあるこのおじさん。このおじさん。なんか目からビーム出そうだね。いや、あれね。リリーしすぎてさ。そうだね。なんか、CD ジャケットのなんかになってた。わかるわかるわかる。どう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 、前から見て前から見て。やっぱ垂れた垂れた垂れた。あ、いいかも。え、ぽい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 。一回ちょっとさ、ここでね、リスナーチェック入れるから。リスナーチェック入れよう。え、2点待って、似てきたって、似てきたって、テンション上がってきた。いいよ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 。最初だってスバルがヤゴをおもちゃにしたんじゃん。違うよ。言い方が良くない。でもヤゴって言い出したのスバルでしょ。うん。あ、そうなんだ。フリー素材にいたのはスバルだよ。いやいや、フリー素材は買って気がついたらなんだ。お前や。本当に。ほんと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 。ネットって怖いな。インターネット怖いよ、マジで。怖い、マジで。だって、ヤゴーのフリー素材で遊ぶっていうのは、もともとスバルたちだけの秘密の遊びだった。スタッフとスバル。スタッフとスバルの。どうでもいいです。そのスタッフ、今見ようかよ。いや、マジで。あの、なるほど。内緒の遊びの画像を毎回なんか、直線見てって送られてくる。いや、でもスタッフ公認だった、マジで。うん。ヤホー公認ではなかった。ヤホー公認ではない。スタッフ公認ってどういうことだよ。で、それでやってて、でもトラクターの画像に素人は黙っとるんですか。
素人なのに。あ、待っと。ヤゴも素人なのに。ね、あの、そしたら、気がついたら、ネットが、やりだったから、おい、言ったけど、スバルが先だからな、これ。ダメじゃん。それ全然それ言われないから。ダメじゃん。ヤゴも全然それで嬉しそうにしちゃうからさ。ヤゴね、にっこりおじさんだからな、マジで。ヤゴと会ったことあるんだ。もう。ないの？ない。妖精じゃん。よ。佇んでね、笑いながら。そう、あの、あんまり喋らないけど、こっちがなんか振ると、ははって言ってくれる。笑ってくれる。で、そうなんね。ははって言ってくれる。そうそうそう。ヤゴはね、あれなんだよ、笑顔で語りかけてくれる。笑顔で語りかけてくれる。ここだな、ここ、ここ。すぐも馴染ませてよ。ははいつけるだけじゃん。しばい、今から口作る作業に取り掛かるから。見えた。見えたぞ。馴染ませた。じゃあ馴染ませるか。やめた方がいいよ。絶対いろんな人は我慢できなくなって変わるから。そうだ、これ馴染ませるからなんだって。できんの？ダメだよ。うなさんの馴染ませ。うなさん見てこれだよ。ダメだよ。ダメだって。ダメだってこんなの許されないよ。ダメだよ。ダメだよ。許されないって。早くこっち作れ。あと涙袋もいるな。にゃーくっつけないで。この、あれだ、死にする側は簡単で、現場が怖い。現場が死ぬを再現する。再現しない。営業が仕事だけ取っていくの。やめろよ、社長のどう作ってんだぞ、今。我が社なら年内施工も可能です。大丈夫です、行きます。行きます。行けないんだよなぁ。こちら、頬肉です。頬肉。お肉あってもいいじゃん、ルーナー。もうなん、もうどんどん付け足してくんだもん。せっかくならね、世界に一つだけの屋号を作りたいやん。え、みんな作りたいやんって誰も作んない。誰も他作んない。どっちにしろ一つしかねえ。わからんよ。これにね、感化されてね、ファンアートタグみたいなね。作るの？これを作る流れ来るかもしれない。いや、だったら、スバチョコルナタの、やだよ、ヤゴじゃなくて、それは、それはそう。チヨコはなんかさ、ヤゴとの思い出ないの？意外とあるかも。ハマったれ。チョコが入りたての頃。はいはいはい。本当に、事務所っていう事務所じゃなかったから。入って、自家ヤゴみたいな。すぐヤゴがいたの。わかるわかる。そう。本当に、ヤゴが近かった。楽屋がなくてみんなトイレで着替えてた。そう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 。でもなんかね、ちょっと作るの楽しくなってきた。わかる。わかる。なんかね、無心でやってるな。やるならちゃんとやんなかったもん。なんか文化祭だけ張り切る無料みたいな感じ。やらねえわ、別にとか言って。やりだしたらね、マジになっちまったよ。ちょっと待って。チーマくん、お前、つむじ作んの、うんまい。この上に謎の出っ張りがある。え、それ馴染ませてくれるんだよね。出るのはいいね。すげえ悪いじゃん。謎の出っ張り見つけちゃったんだもん。何馴染ませるの？決め。セット買って誰が出ますのね。決め盛りだ、見つけちゃったんだもん。エキスポに来たらこの一つ一つのさ、努力の結晶見てほしいよ。見てほしい。欲しいね。ボタンちゃんが毛を紡ぎ、スバルが歯を植え、そしてルーナがなじませ、チヨコが髪を植毛した、このみんなのアートを見てほしい。すごーい！これ、野豪像をね、みんなで見に来てください。19 18 19 18 19。ハッシュタグは広がるライブ。じゃあみんな一言ずつ見てほしいわしゅって終わるか。まずはなじませのルーナ。はい、
皮膚を一番なじませを頑張りましたね。特にね、柴田さんがね、すごものすごくね、皮膚をどんどん追加していくことによるね、そのボコボコ感をいかになくすかね、頑張りましたので、そこら辺を絶対見てほしいなぁ。じゃあ、ちよこ。はい、私はね、ボタン様が作ってくれたね、髪の毛をね、やったんですけど、まあね、あのつるつかからここまでやったのを覚えてほしいですね。ちょ、ビフォー見たいよな、ビフォー。ちょっとね、どうでしたか、ボタンちゃん、どこが。いやー、でもこれは全体的に、斜め上から見てもらいたいかな。やっぱり立体だから、わかるね。正面より分かりやすい。正面よりもっと分かりやすいかも。つまり、やっぱ歯ですね。いや、歯だよ。歯なんだ。歯。まあでもね、みんなでね、ね、本当に像を作ってしまうとは。作れたね。はい。ぜひみんなもね、見に来て、撮ってみてください。はい。ありがとうございます。今週はですね、スバチョコルナタンで野望像を作ったんですけど、野望像を作るにあたってなんかサムネイルをチョコセンが作るみたいな話になって、スバチョコルナタンのサーバーに突然野望の画像がなんか連投されるっていうスパムかなみたいな。いや、スバル冷静に思ったんよ。え、この画像どこで手に入れたみたいな。え、何これ、ネットにあるやつみたいな。そしたら、なんかボタンちゃんが、え、マネージャーに言ったらくれたよみたいなね、そのなんか3分後ぐらいに送ってきたよみたいな。いや、それはお前のマネージャー多分屋号の画像フォルダ持っとるぞみたいな。ホロライブの社員さん全員に社長の投下画像送られている説みたいな。なんとなく思ってたけど確信に変わった、あの瞬間。